全県3種問題解説の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。今回は、令和3年度理論科目の、問いの2から問いの5、知識問題系なんですけども、こちらの解説をしていきたいと思います。まず、問いの2からやっていきましょう。2つの動体小球がそれぞれ電荷を帯びており、真空中で十分な距離を隔てて保持されていると。ここで真空の空間を非誘電率2の絶縁体の液体で満たしたとき、小球の間に作用する静電力に関する記述として正しいものを選びなさいということですね。まあ、例えばですけども、これ電荷のね、プラスマイナスというのは書かれていないんですが、まあ、こう、それぞれ電荷があって、例えばプラス Q1、プラス Q2 クロみたいな感じで置かれていると。で、この間にかかる静電力がどう変わるかってことなんですが、はい。この間に関わる静電力っていうのは、クーロンの法則から、F イコール4パイイプシロン0イプシロン R 分の1、R 二乗分の Q1、Q2、はい、これニュートンというふうに求めることができますと。で、この式から何がいるかっていうと、このかかる静電力の大きさというのは、非誘電率に反比例するんですね。そうしますと、今、非誘電率が2になりましたんで、反比例するということは、静電力の大きさは2分の1になるということがわかるんですね。ですので、これ答えは3番ということになるわけです。もちろん、力の向きとかはね、これ電荷の極性が変わらない限り変わりませんからね。はい。まあ、この問題はぜひ取りたいところではなというところですね。では続いて、問いの3番いきたいと思います。次の文章は、共時制体の応用に関する記述であるということですね。磁界中に共時制体を置くと、周囲の磁束は、磁束が通りやすい共時制体の内部を通るようになる。この時、共時制体を中空にしておく。まあ、ちょっと簡単な絵描いてますが、こんな感じですね。まあ、ドーナツ状にしていると、わかりやすいかもしれませんね。中空にしておくと、中空の部分には外部の磁界の影響がほとんど及ばない。つまり、こうやってね、磁束が、書いてある、磁束があると、この磁束が全部この磁性体の中を通ろうとするんですよ。通りやすいところを通るから。そうすると、この中には磁束が入り込まないんですね。はい。で、こういうのを磁気遮蔽というふうに言うんですね。まあ、なので、まず磁束が通りやすい。で、内部を通る。で、磁気遮蔽。ということで、これはカッコ4が正解ということになるんですね。はい。別に外からの磁束の影響を、こう、防止することができると。なんで、まあ、要は磁気に弱いものをね、この中に入れておけば、守れるよね、というような感じでございます。続いて4番です。次の文章は電磁誘導に関する記述であると。そのようにコイルと磁石を配置し、磁石の磁束がコイルを貫いていると。で、まずスイッチ S を閉じた状態で磁石をコイルに近づけると、コイルには、カッコアの向きに電流が流れると。で、これはですね、右ネジの法則の、まあ、ちょっと応用で、右手親指の法則というふうに私、呼んでるんですけども、要は、右手をですね、こう、ちょっと丸めて、で、親指をこう、左側に出すと。で、そうすると、その親指の向いてる方が、磁束の方向。で、人差し指から小指が電流の方向なんですが、で、この問題のポイントなんですけども、これは、誘導起電力によって流れる電流なんですね。で、この誘導起電力によって流れる電流というのは、この磁石を近づけることによって、こう、磁束がこう、どんどん増えていくわけですけども、この増える磁束を打ち消そうとする方向なんですね。で、そうすると今、磁束は、こう、左から右に向かって、伸びている磁束が増えようとしてますんで、逆に電流はですね、これに対抗する方向、つまり、左から右に向かって、生じるような磁束を出して、打ち消そうとするんですよ。で、そうすると、今、右手親指の状態を作ったら、この親指をこう右側に向けるわけですね。向けるわけです。この方向が、この流れる電流によって生じる磁束なんですね。で、そうすると、指はですね、人差し指から小指っていうのは、奥から手前に向かってこう回り込んでくる方向になりますよね。
ですので、こう電流としては、こういう向き。なので、2番の方向に電流が流れるっていうのが正解だということになるんですね。この誘導起電力によって、電磁誘導によって出てくる、この電流っていうのは、この時速の変化を妨げる方向。なんで、右から左に向かって時速が増えようとしていたら、逆に左から右に向かって時速を発生させて打ち消そうとする。これがポイントになります。ですので、2番ということで、これでまあ4番か5番に絞れるわけですね。では続きまして、コイルの巻き数が200であるとすると。で、スイッチ S を開いた状態で、コイルの断面を貫く時速を0.5秒の間に10ミリウェーバーだけ直線的に増加させると、時速差光数は、丸ウェーバーだけ変化すると。で、この時速差光数というのは、単純にこのコイルの巻き数に、この時速をかけたものということで大丈夫です。この0.5秒っていうのは、この時速差光数の時には、考えなくて大丈夫。まあ、つまり、巻き数200かける10ミリウェーバーで単純に2ウェーバーになりますよと。まあ、それで、一旦は終わりなんですね。で、まあ、こうするともうすでにこの時点で選択肢は4番に絞られてしまうわけですけども、じゃあ、最後ですね。ちょ、これも確認していきましょう。またこの0.5秒の間にコイルに発生する誘導起電力の大きさは、何ボルトとなると。で、これはまあ誘導起電力の法則から求めることができますと。で、E イコール、まあ、ちょっと曲線のね、マイナスっていうのは置いといて、E イコール、N デルタ T 分のデルタファイというのが、まあ、公式でよく考えるやつですが、で、ここでですね、この N かけるデルタファイっていうのが、これが、時速差光数の変化なんですね。で、それが、1秒間あたりどれぐらいなんですかっていうので、電圧が出てくると。で、今、変化する時間が0.5秒ですから、この時速差光数の変化、2ウェーバーを0.5で割って4ボルト。ということで、まあもちろんね、4番が正解ということになるわけであります。いかがでしたでしょうか。この誘導起電力によって生じる時速っていうのがポイントで、まあ、そうですね、この電流の向きね、これ結構間違いやすいかなと思います。はい。それでは、次に、こちらの5番に行きたいと思います。次の文章は熱伝追に関する記述であるということですね。熱伝追の2つの接合点に温度差を与えると起電力が発生する。この現象をゼーベック効果と言いますと。で、逆にですね、まあ、要は熱伝追。ちょっとわかりやすく言うと、こう、別、異なる種類の、こう導体でつないで、ここに電流を流してあげると、片方で熱が発生して、片方は逆に熱を吸収する。これをペルツェ効果って言うんですね。はい。で、逆にですね、温度差を与えると、起電力が発生する。この現象は、ゼーベック効果って言います。で、これはですね、ゼーベックを覚えてればっていうよりも、ペルツェを覚えてれば、ペルツェじゃないからゼーベックかなっていうふうに絞ることができるという形ですね。で、ちなみに、このペルツェ素子を使ったのが、車に乗っけられるような小さい冷蔵庫とかね、これを使ってることがあるんですよ。要するに、普通、一般的な家庭用の冷蔵庫って、コンプレッサーを使って、まあ、ヒートポンプのね、原理を使ってやってるんですけども、ちょっと車の中にそんな大きいの乗っけられないと。そういう場合については、このペルツェ素子を使うことによって、これ便利で、冷やすこともできれば温めることもできるんで、両方いけるんですよ。要は、温冷蔵庫として使えるんですね。ただその代わりね、ちょっと効率が低いです。はい。で、この時発生する起電力を熱起電力というと。まあ、要は、ゼーベック熱起電力。で、熱伝追の接合点の温度の高い方で、これはですね、もう単純に覚えてるかどうかになってしまうんで、温度が高い方を温接点、低い方を冷接点と言いますよと。要は、あったかい接点と冷たい接点ということですね。まあ、これはもう、覚えてるか覚えてないかなんで、ここについてはもう、言葉の定義ということになってしまいます。ですので、これ答えは1番ということになるんですね。はい。では、今回の解説はここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。
日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。